歌舞伎俳優の市川海老蔵さんが2021年5月30日に更新したインスタグラムで、長女るいかちゃんが弟の勸玄くんに宛てた手紙が話題になっています。演目実盛物語では、成田屋として34年ぶりとなる親子共演を実現し、親子で息の合った演技を披露しています。この日の投稿では、公演が続く弟を気遣う姉の細やかな愛情が感じられる写真がアップされています。レイカからだ、いいな、素敵な兄弟ですと綴った海老蔵さんは、栄養たっぷりのお弁当や手紙を読む勸玄くんの姿など数枚の写真をアップしています。お弁当は唐揚げや黒豆、もち米で包まれた蒸し物など、おかず数品がきれいに詰められた段と、間に海苔を挟み上に枝豆を乗せたご飯の2段式のもの。合わせて公開された手紙には、カンカンへ、お姉ちゃまよりとハートマーク付きで記された美しい文字が並んでいます。この投稿を見たファンからは、一生懸命お習字したことが伝わってきますといった声や、これを真剣な表情で読む勸玄くんの姿も公開されています。ママの代わりにカンカンを懸命に支えてますね、なんて優しいお姉ちゃまでしょう、本当に素敵な兄弟ですね、など感動の声が多数寄せられていました。れいかちゃん、さすがですね、弟思いの優しいお姉さまですね、心のこもったお弁当はきっと勸玄くんの心と体の支えになったことでしょう。ご視聴いただきまして本当にありがとうございます。